消費税廃止ということなんですが、今これから高齢化、それと少子高齢化が進んで福祉政策っていうのが大変重要になってくると思うんですが、その財源の方はどういうふうに確保するんでしょうか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。ご質問いただいた方ありがとうございます。私たち令和新選組は消費税廃止を謳っております。結党の時からそうです。一方で消費税を廃止したらいくらの財源が失われるか、これは26兆円です。この26兆円をどのように補うのかということのご質問だと思います。これは心配しないでください。例えばですけれども、税金の取り方を変えればいいだけなんです。何が言いたいか、儲かってる人からいただくっていう税の基本に立ち戻るってことです。例えば大きな企業たちはどれぐらい儲かってますかってことをこちらご覧いただきたいんですね。内部留保です。はい、なんと10年連続で内部留保、企業の利益は10年連続で過去最高なんです。毎年ですよ、毎年。けれども税率下がりっぱなしなんですよ。おかしくないですか。皆さんの中で毎年この過去10年所得が上がり続けてきてウハウハだった方どれぐらいいらっしゃいます。なかなかいらっしゃらないですよね。実際にそういうことが起きてるんです。2011年から見ると約 83% も利益増加させてんです。だとするならば消費税をやめて別の税で取れということを前提にするならば、私たちがやるべきことは何か、儲かっている企業はより多くの負担が求められる制度にしていくしかない、そう思ってます。だって逆に言えば消費税で国内消費を冷やしてみんなの消費する力っていうのを弱らしちゃったわけですね。そればかりか物が売れないことによって国内の製造拠点が海外に出ていくってことになっちゃったわけです。逆に言ったらそれを逆回転させるってことが一番重要。つまりはみんながより消費できるように、よりお金が使えるように、皆さんへの負担を最大限軽減していくことによって国内の景気をもう一度底上げしていく必要があるってことです。もちろん消費税をなくせば申し訳ないですけど日本国内景気良くなっちゃうんですよ。景気良くなっちゃって申し訳ない。その代わりにその恩恵は大企業にも行きますよね。ならばそこはもうトレードです。申し訳ない、今までこれだけ儲けてきたんだから、次はここまで地盤沈下した多くの人々にお金を使える状態にして景気を良くしようじゃないか。一番大きなこの国のエンジン、内需を最大化しようじゃないかというふうに私はシフトしていくべきだ、そう思ってます。でこれは、例えばですけど今たまたま一つだけ法人税という話が出ましたけども、他にもありますよ。例えば1億円の壁などと言われている株などからの、利益ですね。これは分離課税なんですよ。所得としてお金入ってきてるじゃないですか。けれども株から入ったお金は分離で、税率が低くされると。こういうのおかしいですよね。100億もの収入がある人が結局そのほとんどが株からの収入ってことになれば、所得税で見てみたらこれ1000万円2000万円の人と変わらない、これ税率で納めて許されてるんですよ。そんなことありえないですね。もちろん私が言ってるのは収入が少ないという人々がその収入を少しでも増やそうということで金融商品に手を出して、それで利益を得たとこからもう剥ぎ取れって言ってるんじゃないです。そういうような金融資産だったり様々なものによって大きく利益を得た者たちは全て所得としてみなして所得税として取っていくというような形を変更していけば、これは消費税がなかったとしてもこれは十分にやっていける話。もちろんそれだけじゃないですよ。通貨発行、国にはお金をする作るという権限、権力がありますから、これは国債発行という形でも十分に対応できます。逆に言えば景気が良くなれば税収が増えるわけだから問題がないですね。何よりもこの国を冷やし続けている、この国の経済を壊し続けているっていう現況、この消費税に対して今こそ廃止をすべき時だという考え方です。すいません、ありがとうございます。